小さな町テンペリナ。そこには霧の森の魔女が住むという伝説があった。そしてその森にノーラという少女が訪れる。これはその時を操る少女の物語。ノーラと時の攻防、霧の森の魔女。主人公ノーラは牢獄術師の一族。今日は何が取れるかな。よし、頑張ろう。ノーラが使う牢獄術、それは時間を操る力、新しいものを作り出す力。よし、やったできた。完璧。出やがったな。牢獄術の修行にやってきたノーラは、ある出会いをきっかけに冒険の旅に出、さまざまな場所を巡り、時にはモンスターと戦い、いろいろな人々と触れ合って絆を紡いでいく。果たしてノーラを待つ運命は。アトラスが送る新生マイスター RPG、 ノーラと時の攻防、霧の森の魔女。7月21日発売予定。新しい時を作る、新たな物語を紡ぐ。先着購入特典はキャラクターデザイン、ひむかいし書き下ろしのイラストを使用した豪華3大特典。